はい、来た。今回も固有狩りしてゆくミステリーハンターのマリサです。これ世界不思議発見じゃありません。サンジ、世界不思議発見じゃありません。思いきし言うんじゃねえよ。スポンサー名まで思いきし言うんじゃねえよ。この動画消されんだろ。ということで今回はシャルの話の時間だおらー。はい。そういったことでクシャルダオラ買ってきまーす。いっそっけど今の今日一やからな。今んとこで笑わなかったらもうこの後なんもおもろいことねえから。前回フライングしたネタなんで今日一に持ってくんのかがわかんねえ。とにかく支給品だけ倉庫移してさっさと借り行こうぜ。時間ねえんだから。時間ねえんなら支給品移すとかせこい真似してねえですっといけよ。固有狩るレベルにもなって支給品回収してんのおめえくいつか射撃武器もやるかもしんねえと思って毎回弾と空き瓶確保してっかんね。弓とか杖らしいんでちょっとやってみたい。ということで道中カットも今回もムービーだけはしっかり見とこう。今回は一体どんな固有が出てくるか胸が胸胸するね。時を入れてこいよ。時が胸胸の定番を変化球で攻めてくんじゃねえよ。シャルダオラだよ。焦るんじゃねえよ。胸胸のボケ処理してっからそっちも突っ込もうと思ってたのに焦って自分から突っ込むんじゃねえよ。なんかええや。いやもうなんもないっす。え？うせやろ。お前毎回このムービー長いの知っててなんでノープランで来た？いやもう誰や誰やからのあの流れやるのもうみんな飽きてんじゃん。正直もうあの流れ寝るん時から滑ってんじゃん。いやでもそれムービーの入りでやったよね。今回は一体どんな固有が出てくるか胸が胸胸するねって言ったよね。いやあれは胸が胸胸の方が痛かっただけですか。クシャルダオラやないかい。結局やるんじゃねえか。おしもうムービー終わる。露骨な尺稼ぎ。あるものはすべて使え。それが新大陸に生きるハンター。どんな汚い手を使ってもいい。それが新大陸に生きるハンターだ。リーダーそんなこと言ってねえだろ。どうやらこのクシャルダオラは風を使った攻撃がメインらしいっすね。真空波動的なやつか。確かに口から気弾みてえなの吐いてたけどそれだけじゃないっしょ。おし動き止まった。チャンスチャンスチャンスはチャンスチャンスはチャンス。いやピンチ入れねえと同じこと二度言ってるだけやろ。どうやら弱点は頭だけみてえっすね。オレンジダメが頭にしか出ないものの尻尾は切り落とせるらしいですよ。おっぱなんか地面から衝撃波的なやつが結構遠距離攻撃もしてくるみてえっすね。そして今度はジャンプした地点にトーネードが。トーネードでいいだろ。なんでそこだけネイティブな発音意識すんだよ。設置された竜巻は近づくと風圧でダメージとひるみを受ける模様。竜巻は複数設置できるらしいんでこれは厄介かもっすね。狭いエリアでこの竜巻いっぱい出されたら逃げ場なくなる危険もあるな。その後ちょい場所移動。しかし今回は隙を見ての連続鬼人斬りも入ってるんでなかなか身よきペース。隙は結構あるモンスターなんで鬼人斬りからの連機ゲージためがはかどるね。これはゴリ押しチャンス。チャンスはチャンス。え、あちょ、たんまたんま。チャンスはピンチ。だから固有相手に調子のんなって。言うても今のは自己的なやつでしたからね。まあ点灯取られるとそっからごっそり持ってかれるのが固有なんでしゃあない部分もあるっちゃある。事故るやつはスチールドラゴンとダンスっちまったんだよ。そっすね適当。というわけで今度は命大事に。風の固有だけあって空中攻撃が多いっすね。これは血と近接武器ハンターには辛そうだな。いつまで飛んでんじゃい降りてこいや。マジで全然下降りてこねえ時あるよね。つかこういう時のためのスリンガー閃光弾ですよ。わかっててもこっからスリンガーセットするのが怖くてできねえんで今回全く閃光弾使ってないです。この戦いながら装備変更いじるのがめちゃめちゃ苦手なんでね。そしてこの羽カッチカチなるのがすげえめんどくせえのな。怒り状態は羽硬くなるんで横から頭切ろうとすると羽に当たって弾かれるのが厄介。
その乱に始まる凄まじい嵐。負傷したら聞いて機を待て。じゃしたら俺が怒るからな。送られるのは慣れてるけど、ここは素直に聞いとくかな。いや、お前らも仮に参加しろよ。NPC たちは別室のモニターで見てる設定ですんで。じゃあなんで一緒にここまで来たん？マリサさんがクシャ倒した後にストーリー進めるために決まってんだろ。なんやかんやで30分経過したとこでやっと尻尾切断。尻尾が弱点じゃないモンスターなんでダメージもなかなかたまらないんで、切断は無理に狙わなくてもいいかもね。でも尻尾から素材剥ぎ取りしたい。なら睡眠爆弾で尻尾狙うとかかな。今回は尻尾もう切れてるんで頭狙っときます。でお休み中ってことはクシャルダオラさんもうだいぶダメージもきてますよ。おはようございますからの全力刀連打連打。クシャさんダウンしてますよ。これはもう限界だって。マジかよ、交流も意外と大したことなかったな。それから3分後にこうなりました。全然死なねえじゃねえか。こいつ竜巻何個出すんだよ。話ちげえよ。やっぱ固有やからね、こんくらい強いよね。でももう終わるから知らんけど、いくら固有でももう倒れるから知らんけど。よくやってくれた。なじゃねえよ、ツッコミ役が適当言うんじゃねえよ。まあいいじゃないですか。クシャルダオラさんも初見でクリアできたんだし。確かにかなり強かったけど倒せなくはない相手だな。こんくらいなら素材集めに通うのもなんとかなるか。まあクシャの装備は今んとこ必要なさそうですけどね。見事だ。その後は拠点に戻って総司令からえらいえらい言われながら、まだよく調べろよとなんやかんや続くみてぇですね。もう一対正気の谷に固有いるみてぇですから。といった感じで今回はここまで。またなんかありましたら。